25日決めます。ニコニコだ。25日のちーちゃんが最後の日の、うん、あのあれ瀬戸利を決めたい。はい、はい、でどうしようか。一旦風鈴はやりたいんだよね。はい、風鈴入れて、風鈴入れる、書いてメモして。今回やったやつに誰が入れ替わるんや。光彩音でね。あ、そこを持てば。はい、はい、いいよ、いい、このままにしといて。え、待って、リップ持つ。もう、もう、あ、使ってください。セナトンの本性。私のさんシリーズが出た。絶対そのタイトル。やばい、やばい。頑張ってねー。なんかさ、もともとあやねちゃんおったやつをさ、ひかりちゃんに今回変えたんだけど、桜回るあー、これで、重みがつかないです。あはは、運んだじゃん。いってらっしゃい。あやねんとこに入ったのは桜マウスとビューティフルです。なるほど。桜マウって季節的にあれはどうなの？あ、でも前あのメンバーが作ると桜あんまり入らないねっていう話もあったので。あー、言われた。桜マウが入れてほしいっていうことだったので。いいんじゃない、全然入れても。季節はね、あれやけど。何ができるの？もう大体できるか。はい、最近。え、なんだと配信だと。あるよね。あ、配信のあるんじゃない？あ、どういうことですか？目覚ましいコーナーが。あ、あります、あります。財布を忘れた。あ、いいんじゃない？一生いじられる。配信いるまで。これね、配信だそう。暗いは、またもう一回風鈴ですか？あ、うん、暗い全然やって。暗いやろ、じゃいいと思う。暗いやります。いいんじゃない？はい、先生。なんかすごい最近の曲ばっかになってるかもね、今。ラジオが好きなの私いいかなって思いました。あの、ラジオが好きなのです。うん。はなたちゃん、それ結構やり慣れてるからあるよね、はい、その曲ね。真ん中でた。もうそれなら、FM、AM、朝やっちゃう。最後までいる。まだ入れてないけど、全然入れてもいいと思うよ。朝日あったら、なんか他に少人数のやつはもうやらない方がいいかなって思ったんですけど。逆にやった方がいいかなと思うけど。じゃあ6期生。え、あの6期生公演で着ないやつがいても。でもまだ決まってなくて。ああ。じゃあ水着。じゃあうちらも。はい。おお。それで行きましょう。さっきのいい音。え、いいよね。じゃあもうそれで、これで決まり。こんな感じで決めてます。以上、ラジオ女子の楽屋でした。